皆さんこんにちは、日本人兵庫県民神戸市民の淡井圭介です。本日2023年10月の23日、12時19分、昨日、朝の5時ぐらいに起きて、早朝に家出発しまして、琵琶湖まで行って、そちらから、淀川近辺の、宇治川の途中までのところを、撮影しました。で、その内容なんですけども、現在、YouTube にアップロードされています。で、どこから見ていただいたらいいかと言いますと、ホームページ淡井圭介の履歴の、一番上の方の欄、上から何行目かな、現在のところを4行目、YouTube 一覧表、自然再生可能域、河川水門開閉式ダム発電、地下水流トンネル発電。こちらのところを、タッチもしくはクリックしていただいて、この欄もだいぶ増えてきました。いろんなところの河川撮影しに行ってますので、今の段階では、かなり下の方に、こちらは大阪府淀川編と書かれているところ。下記の文章をよく読んでいただいたらわかるかと思うんですけども、琵琶湖から瀬田川と、これは天ヶ瀬川かな。小さい系が入ると、ちょっと何と読むのか私わからなくなるんですけども、その後宇治川の、河川水門開閉式ダム発電と地下水流トンネル発電。こういったところの動画の内容を見ていただいて、で、そこの撮影に行った時に、かなりの発電が見込めることがはっきりと分かりました。まず一つは、日本海に向かって地下水流トンネル発電が、設置できると。昨日が10月22日で、夏場を越えて、今年の夏は、滋賀県、そんなに雨降ってなかったと思います。で、それでも、かなりの水の量ありましたので、これはできるなということがよく分かりました。で、その動画を見ていただいて、いろいろ喋ってる内容とか、実行していただいたりとかも求められるんですが、ちょっとね、今動画を探してるんですけども、何分頃かわからないんですけども、その動画の一部なんですけども、ここでね、一時停止とかどうかな。こういうふうな、河川がありました。宇治川に合流してくる河川なんですけども、この河川の水の源は、多分ね、この私の考え方で合ってると思うんですけども、この、ピントがしっかりと合うかどうかわからないんですけども、この、見えますかね、水色の点線。これは、この上流をたどっていくとどこにたどり着くかって言いますと、琵琶湖の、瀬田川に、既に差し掛かっているところからの、点線、こういったところなんですけども、この瀬田川の、この辺りということになってくるんですけども、そこから、パイプを引いて、やや多少を蛇行はしてるんですけども、ほぼまっすぐに、引いてる水なんですね。で、多分、ろ過器を通して、
まあ、水道の蛇口をひねってない時のその余った水がこう流れてきてるところだと思うんですよ。でもしそうなのであれば、その頑丈なパイプラインの出先であるこの先ほど映していた地点のところを完全に密閉して、で、橋の下のところから基本的に1メートル ×1 メートルの河川水門開閉式ダム発電を設置して、で、今大型の原発で最新式は多分125万キロワットか135万キロワット1秒間の発電量が、のタイプだと思います。まだ検査中かもしれませんけども、135万キロワット級、そのコイルドタービンを設置しましょう。っていうのは継続して力がずっとかかるということは、ギア比をたくさん用意すれば、まず、まあ、その大型のコイルになってくるでしょうから、最初は低いギア比に設定してあげなかったら、その、回らないと。回転扉が。抵抗値に負けて。で、低いギア比にしてあげれば、まあ、その、上流部からの水圧プラスで、まあ、大きな圧力がかかるので、回転扉が回ると。でギア比を上げていくと。でギア比を上げていくことによって、まあ、1秒間135万キロワットの発電を、持っていけると。でこれね、ちゃんとここで一回実証実験していただきたいんですけども、その先もギア比増やしていけば、そのかかる力がね、あの一定の力がずっと加わるから、ギア比を伸ばしていけば永遠に高い発電量が発電できる可能性があるんですよ。っていうことは、極端な話、1秒間に1000万キロワットとか2000万キロワットとか3000万キロワットまで、な、1日2日かかるかもしれませんよ、ギア比上げていくのに。だけども発電できる可能性があるんですよ。これがもしできたら、世界中の話が全然変わってくるんですよ。エネルギーの残存量問題に対する解決が。まあ、仮にそこまでできなかったとしても、もしこの一河川のね、宇治川に合流してくる一つのところで、135万キロワット、1秒間に発電できたら、これも話全然変わってきますよね、この世の中。日本だけじゃなくて同じようなところが世界中にありますから。でここまでのことを、私が今言ってる内容は世界中多分どこもしたことないと思います。だけども、どう見てもアメリカのあの国土面積とかロシアの国土面積を考えると、それは国土面積に比例して降ってる雨の量によって、あの水の量が変わってきますから、国土面積が広ければ広いほど水力発電っていうものは優位になる。で実際カナダとかは、カナダやブラジルは、全電力の 60% を水力発電で賄ってるんですよ。で、それプラス僕の考え方とかが、まあ、言ってる技術が採用されて、実際に行われたらどうですかっていう話になるんですよ。ね。ウランとかプルトニウムが尽きた時も電力あるっていう話になってくるんですよ。で、いろんな物事の見通しとか、今後のそのエネルギーの、対応の仕方がガラリと変わってくる。で、一応、その、淀川編で、まあ、私が申し上げていた、その、淀川の、その、内側とね、木津川と、桂川が合流したものが淀川なんですけども、その淀川のところで最終的に、最終的というか、その先で次の、あの河川水門開閉式ダム発電を設置するのは、どの辺りかっていうところで、その3つのね、河川が合流してある、ところで、まあ、まあ他にも合流してる河川があるので、まあ、地図を指さしながら、まあ、最寄りの駅で言うと、この葛葉っ
って書かれてるところの近くを指定していたと思うんですけども、これをもう少し下流まで持っていって枚方大橋っていうところがあるんですね。まあ、関東の方とかその大阪じゃない人はちょっと読み方とかわからないと思いますけども、漢字は枚数の枚枚と、あと、方向の方と書いて、枚方って読むんですね。で、この枚方大橋のところに設置すると、で、ここであれば、晴れてる日でも、常時、1メートル ×1 メートルの回転扉っていうものが、稼働できるだけの、水量っていうものが確実にあるんです。で、こちらに河川水門開閉式ダム発電の、まあ、高さ、この時点で、まあ、仮に5メートルとしましょう。そうすることによって、ここからこの上流部、淀川をこう伝っていってもらって、この木津川だとか、宇治川だとか、で、あと、まあ、桂川の、何キロも先まで、水溜め込むことができます。琵琶湖とまでは言わなくても、まあ、とんでもない、水の量が、溜め込めれます。まあ、そうですね、枚方から、まあ、宇治川や木津川、桂川のこの辺りの河川のところまでで、まあ、大体10キロほどあるんですよ。で、そのもう少し上流まで水が溜まると思いますので、まあ、ここもね、ギア比云々で、とんでもない発電量が見込める可能性があると。その枚方大橋のところで、その基本的に使用するのは1メートル ×1 メートルのところで、回転扉の、その地下水流トンネル発電型。だからそこは、まあ、300メートルになるのか500メートルになるのか分かりませんが、まあ、回転扉を何台も置いていくと。地下水流トンネル発電型で。で、まあ、そこで、常時、まあ、100万キロワット1秒間に以上の発電が一つの、もんで、一つの回転扉、訂正、一つの回転扉で。で、少なくとも、まあ、何十台もしくは100台を超えてくる数を設置する形になってくると思いますので、水圧がとにかく水がたくさん溜まるので、その、水圧がすごいことになってくると。だから、回りやすい。で、ギア比によって、エネルギー係数をどんどん上げていけると。まあ、今の最新式の日本の大型原発の、1秒間に135万キロワットの発電のタービンを回すことが最終的に可能になってくると。まあ、そこまで達成するのに、もしかしたら3時間以上かかるかもしれないし、もしくは半日かかるかもしれません。だけども、そこまでのところまで達すれば、水は継続して流れてきてるから、一回水溜めてしまえばね、ずっと水が流れる、同じ力のケースがずっとかかるっていうことになるんですよ。だ安定して、もしかしたら1000万キロワット以上をずっと発電できるかもしれないんですよ。日中夜間含めて。だこうなってきて話全然変わってくるので、淀川だけでね、できるっていうことになりますから。で日本中の河川で同じような設備を設置したときに、淀川ほどの、集まってきている水の量っていうのは稀だと思いますよ。だけど東京にもありますよね。たくさん、水が集まってきている河川。東北とかには、北海道にもありますよね。で四国で言ったら、吉野川でしたっけね。なんだかな、ちょっと河川の名所、吉野川です。吉野川も、結構な水量があったと思うんですね。九州もあったと思うんですよ。で基本的に九州は、まあ、できるだけ台風は来てほしくはないんですけども、
ただある程度本音で言いますと、兵庫県のダムはある程度撮影して見てもらったら分かると思うんですけども、貯水量ある程度ね、まとまった雨が降ってもらわなかったら困ると。で、まとまった雨って言ったら、まあ大体、まあ、台風関係なんですよ。台風と、まあその梅雨前線とか秋雨前線云々の話によって、まとまった雨が降ってるんですね。だからまあ、河川の氾濫等がなくなれば、別に大雨を降っても問題ないですし、台風の場合は問題になるのはどちらかというと風の方ですから、まあ、九州はどちらかというと、今までの状況を考えると、台風がこう接近してくる、もしくは上陸してくる地点で一番多い地点であったと。まあ、いろいろ私が YouTube で言ってる内容とか、テレビに向かって言ってる内容で、だいぶ状況が今変わってるんですけど、今年は日本列島に直撃してる台風の数、極端に少ないでしょ。で、まあ、今ここで何が言いたいかって言いますと、九州は基本的に降雨量が結構あると。それと比例して人口はどうかっていうと、九州の人たちの人口はそんなにいらっしゃらないっていうことは、多くの電力をその河川水門開閉式ダム発電等で、まあ、地下水量トンネル発電等で賄えるっていうことになってくるんですよ。で、これどこまでできるか分かりませんけども、自然再生可能エネルギーね、その河川水門開閉式ダム発電とか地下水量トンネル発電、まあ一応該当するのは水力発電っていうことになってくると思うんですけども、これで極端に大きな数字になってくると、オール電化の家がいっぱい増やせるんですよ。っていうことは、オール電化っていうことは、今までガスをね、ガスのコンロとかで、まあ、料理してたものが、電気っていうことに変わるのであれば、今、世界的に技術的に採掘可能な埋蔵量の、ガスの埋蔵量は49年分しかもうないんですよ。で、基本的にガスの、7割は石油の揮発したものなんです。で、石油は残り54年分ぐらいなんです。電気自動車化プラス、そういった形で、あと、節約は一番大事なんです。もうね、僕からしては全然理解できないんですけども、なぜ神戸市民が車なんかいちいち乗ってるんですっていう話になるんですよ。電車バス徒歩がある限り、まあ、勤務地によっては、例えば神戸市立ホテルフルーツラーパークで私も勤務していたことがありますから、ああいうふうなところはね、正直自家用車とか必要になってきます。送迎バスも一番、一応出しますよ、フルーツラパークは。だけども、僕は、レストラン、カトレアで店長をしていた時とか、早朝出勤がありましたから、朝の6時に出勤。で、まあ、それはホテルのお客様の朝食とかを用意しなきゃならないですから。で、まあ、その時間帯は送迎バスはないんですよ。あまり出勤者なんかいないですか。そういう人は車を所持して、まあ、車通勤っていう形になると思うんですけども、ほとんどの人は該当しないでしょう。特に神戸市なんて。これだけ電車がいっぱい走っていて、バスも走ってるのに、あとはちょっと頑張って徒歩プラスしたら、みんな車なんかいらないんですから、99%の人は。絶対これ間違いないんです。車っていうものは生産してる時点で大量のエネルギーを消費してるんです。電力とか。電力の元はじゃあ何ですかって言ったら、ウラン鉱であったり、ウラン鉱っていうものが原発の元です。ウランとプルトニウムのことです。これを濃縮して、だいたい2%から5%のところまで濃縮するような形で、なぜ濃縮っていう言葉を使ってるかっていうと、ウラン鉱のうちの大体0.7%、ウラン鉱とされてるものの0.7%から、取り出せる物質、それが、原発とかで使用できるものなんです。で、それをウランとかプルトニウムとか言ってただけの話で、もうウランとプルトニウムももう同じでいいということにもう今の時代はなってるんです。もともとウラン鉱のものですから。で、
まあ、話戻しますけども、電気のエネルギーの元は、あとは石炭。ガス火力発電所。ガス大事でしょ？もうガス火力発電所なんか動かせる場合じゃないでしょ？で、石炭も大事でしょ？自動車の生産ほとんどやめたらいいんですよ。みんな電車バス等々で移動できるんですから。だから安倍政権の時に私は、安倍さんに、もうこれは新書を書いてでもアメリカに、リニアモーターカーの話を持っていくべきだって言っていて、で、アメリカのオバマ大統領だったと思います、当時。その新書を受け取って、リニアモーターカー進めますっていう話になってるんですよ。そりゃそうですよ。アメリカのあの国土面積なんですから。ほとんど水力発電、私の言ってる河川水門開閉式ダム発電とか地下水流トンネル発電整備すれば、発電できるんですから、どう考えても。ロシアなんかもう余裕ですよ。もちろん冬はありますよ。で、川がある程度凍るのは知ってますけども、それは表面上であって、その表面から下のところで水は流れてるんです。ほとんどのところは。だからできるんです。発電、冬場でも。で、あの国土面積だから、ロシアは絶対賄えるんです。だこういうのを世界中で広げていけば、あと節約のところも含めてね、みんな電車バス徒歩ですよって。車が走らなかったら、バスの本数増やせるでしょ？便利になるでしょ？乗りやすくなるでしょ？今時みんなスマートフォンとか持ってるわけじゃないですか。YouTube とかあるわけじゃないですか。バスの中で YouTube とか見て楽しんでたらいいんですよ。これ、車運転しながら音楽聴いたりとか、もうめちゃくちゃな人は、動画とか見始めたりします。で、それするとどうなるかって言ったら交通事故起きます。昔なんかこのね、車運転しながら、カセットテープの時代の頃ね、カセットテープをこう入れ替えようとしてハンドル操作がいい加減になってちょっと対向車線の方に行っちゃって正面衝突とか、そういう映像いっぱいありますよ。みんな気抜いてるんですよ。最初からみんな電車バス徒歩でよかったんですよ。だから昨日撮影しに行った時に琵琶湖から、まあ、滋賀県からまあ、京都府へ入って大阪の方へまあ抜けていくような形になるんですけども、山間部の道、まあ、映像を見ていただいたら分かるかと思うんですけども、とんでもない山の中です。周り、途中から、民家も何もありませんと、まあ、道路ぐらいで、そこを一般自動車がいっぱい走ってるんですよ。で、まあ、その映像はいちいち撮影してませんけども、軽く100台は後ろから追い越してくる車と前から通り越してくる車がいました。それプラスまたね、オートバイがその今の秋の時期で、まあ、ツーリングを楽しむ人たちがたくさんいらっしゃって、オートバイもかなりいましたね。50台ぐらいかな、その僕を追い越していくのと、まあ、前から来るので、で、バスは1台だけ通り過ぎました。だからバス走ってるんですけども、乗客いませんでした。じゃあ、みんな車乗らないで移動するのに、観光地行くんだったらバスを利用していれば、ね、エネルギーの消耗少なくて済むでしょ。だからもう今はスマートフォンがあるから、ね、例えば大阪府の方から滋賀県の琵琶湖まで行きたいんだったら、その間、まあ、結構な時間かかると思うんですよ。30分なり1時間なり。まあ場合によっては2時間かかるかもしれません。じゃあ映画の1本見れるじゃないですか。ね。これが賢い時間の使い方とエネルギーの少ない損耗の状況なんですよ。車を100台も作ってたらものすごいエネルギー消費します。石炭とかガスとかウラン鉱とか。で、さらに車に乗ったら大量のガソリンを消費します。こんなめちゃくちゃな世の中作ってたら無理ですよ。いいですか？ガスと石油とか、これ一般人向けの人たちに言ってるんですけども、ガスとか石油とか、石炭とかの輸入、ウラン鉱も含めて止まったら、日本人、1億人以上餓死するんですよ。当たり前ですよ。物流全部止まるんですから。スーパーマーケットに食べ物なんか並びませんよ。状況分かってますかっていうことなんですよ。皆さん一般人が。上の方に任せといたらいい。違いますよ。各自の自主性ですよ。自分から車買わなかったらいいんですよ。よーく自分の頭で計算したら分かるんですよ。どちらが得か。車買ったら、新車で買ったら、
200万、300万する車もありますよね。大体それぐらいの車が一般的ですよね。軽自動車でも今時100万超えたりするでしょ。で、重量税。お金払わなきゃならないでしょ。で、万が一事故に備えて、もう自賠責は絶対入っておかなきゃならない。で、それプラス、任意保険大体入るでしょ。無難です。もし何かあった時ね。で、車検があるでしょ。オイル交換があるでしょ。で、長い間車乗ってたらタイヤ交換もいるでしょ。で、駐車場を借りて月々例えば8000円だとか払っている人たちは1年間で9万6000円かかったりするでしょ。ものすごく大損してるんですよ、お金の部分で。車を買うと。電車バス徒歩の方が賢かったっていうことになるんですよ、答え。いろんな意味で。エネルギーの残存量問題とか、先々の、人たちのこととかを考えて。だからその節約っていうのも絶対に導入しなかったら、すべてが、その、電気でね、生活賄えるかっていうと、オール電化で。それ無理だと。いうのが今のところの段階であって、その分、石油の7割揮発したものがガスとして使用されている以上、ガスはたくさん残しておかなきゃならないでしょ。車なんかいちいち乗り回して、バイクとかいちいち乗り回して、オートバイとか乗り回して、消費してる場合じゃないでしょ。で、こういうことを勇気持って言える、テレビ局の人間の人たちはなかなかいない。なぜか、CM があるから。大きな自動車メーカーから CM 料とかをもらってるから。だから言えない。お金の問題で。だから私から言わせたら、貧弱すぎるの。心が。弱すぎるの。経営学としても、大間違いなの。お金稼ぎしか考えてないが、経営者として向いてないです。はっきり言いますよ。ここまで話されたら人格破綻者ですよ。裁判だったら。で、裁判所もそういう風な判決下さなきゃならない。その勇気を持ってる裁判官がいないんですよ。根性ある裁判官。わかった。もう君の言ってることの方が正しい。もう自動車に関しては、仕事でどうしても必要な人しか、買っちゃダメだっていう。法律にするとか、これは国会が動くべき話なんですけどね。そういう法律にするとか。大真面目な話。日本だけじゃない。世界中で。これぐらい強烈なことしなかったら無理だから、どう考えても。もう一度言いますよ。技術的採掘可能埋蔵量のガソリンの量が、石油が54年分で、ガスは49年分で、先々まだ深く掘っていくことも計算入れてですよ。自然再生可能エネルギーの普及をここ10年前から頑張って普及させて、先進主要国で、自然再生可能エネルギーが 10% ほどどこの国も上乗せされています。全電力に対してね。それでも3年ぐらい引き伸ばしただけなんですよ。ガソリンの採掘可能埋蔵量の年数。これが現実なんです。もう目の腹の先なんです、状況。生きるか死ぬかのところで。もう若い人たちなんか、今ここで頑張っていろんな私の提唱していることを世界中でしなかったら、死にますよ。最後食料の奪い合いで。で、これはっきりと言っておきますけども、これもスクエア、あ、じゃあ、カプコンさんも知ってる人は知っていて作ってるんですけど、バイオハザード。あれは、ゾンビとは餓死者に該当する形なんです。わかります？食料の奪い合い。バイオハザード1で、いろんなこう棚とか、タンスの中だったかな、あの引き出しか何かで、ね、メモ見つけたでしょ。かゆ、馬っていう。あれ何かって言ったら、ね、電気とかが止まったら、冷蔵庫は使用できなくなるでしょ。っていうことは、食料が早く腐るでしょ。腐った食べ物とか食べたら、ジンマシンが出るんですよ。だけどもお腹空いてるでしょ。すごい飢餓の状態の時ってお腹が空いてるその飢餓ね、どうしても食べ物食べちゃうでしょ。多少腐っていても生き残るにはって。だけども体壊しますよね。
お腹も下すし。それがああいうふうなゲームの形で表現されてるんです。分かってて作ってるんです。で、これ、カプコンの社員である以上、それ分かっていますかっていうことなんですよ。もう年代たくさん、流れましたから。私はフルーツ・ラ・パーク1997年、8年の頃に、そのエネルギーの残存量問題のことを、まず教えてもらって、当時の国会議員の人たちとか。それから、各メーカーさんとか聞いてる方なんですよ。分かっていて作ってるんです。それは皆さん分かっているんだったら、自分の生活がどういうふうに生きていくべきかっていうことをこれ分かってもらわなきゃならない。全員の命かかってますから。はっきり言いますよ。50億人以上の命がかかってるんです。世界中の人たちの。死にますよ。全員。先々。本当にガソリンと、ガスが底尽きたら、90億人以上死にますから。その何十年も一歩手前のところから、輸入国は輸入が止まりますから。で、順番に死んでいきます。50億人ぐらい死にます。産油国はまだちょっとその先まで生き延びられながらえます。だけども、それに代わるもの、私の提唱する河川水門開閉式ダム発電とか、地下水油トンネル発電とか、かまど発電だとか、そういったもので多くの電力をやれるようになって、風力発電とかもいります。地熱発電ももちろん。全ているんです。それでエネルギーを代替できなかったら終わりなんです、人類って。月に行く、火星に行く、いつまでバカなこと言ってんのって。世界中の政府上層部とか、その後大統領になる人たちがフルーツ・ガラ・パークに1997年発言集まった時に、もう僕は答え出してるんです。無理ですよってどう考えてもって。で、アメリカ政府もそれ分かってるんです。だいぶ前から言ってます。トランプ大統領も言いました。宇宙なんかに行ってる場合じゃないって。で、日本のテレビ局はもういち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 ロケットの打ち上げのニュースなんか放送しなくていいんです。で、世界中の人は、一般人の人含めて覚えておいてください。衛星でいちいち各家庭に情報を送ってるんじゃないんです。 Wi-Fi とか。違います。海底ケーブルで世界中つないでるんです。いいですか？これ大真面目な話、本当の話ですよ。アメリカと日本まで海底ケーブルで繋いでるんですよ。あの距離を。もう今3本以上あるんですよ。これは科学業界も協力してもらわなきゃならない。あと、報道関係の各機関も協力してもらわなきゃならない。重複してる記事とか、インターネットから削除していくんですよ。そうすれば扱うデータ容量が少なくて済みますよね。これ以上海底ケーブル増やさなくて済みますよね。あの距離の海底ケーブル引くっていうことは、どれだけ金属とか使用されてるか分かりますよねって。いつか老朽化して、それも交換しなきゃならない時期が来るんですよ。できることは全てしなきゃなんない。そうじゃなかったら、みんなもう自分の命がかかってるんですよ。もう僕ぐらいの年代から、日本で言うと。中国の方もエネルギー輸入してる方なんです。自分の国でも採掘されてますよ。ガスとか、原油とか。結構な量、原油も採掘されてます。だけども、それじゃ足らないから海外から輸入してるんですよ。ほとんどの国はアウトなんです。だから、ここで踏ん張って、河川水門開閉式ダム発電、地下水流トンネル発電、かまど発電とか、風力とかはもう一般的に、もうその辺のところは各主要国に知識が広まって、頑張って広げています。ドイツなんかは自然再生可能エネルギーで全電力の40%ほど賄ってますから。水力発電はまた別ですよ。ドイツは粟井圭介のその提唱する河川水門開閉式ダム発電と地下水流トンネル発電まで導入したら、全電力100%ぐらいまで持っていけそうな気はしますよね。実際どこまで持っていけるかどうかわからないですよ。そのギア比の話で、本当にずっと力の係数が一定、ずっと同じ力がかかるんであれば、永遠にギア比を増やしていけば、どん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 発電量を増やしていけるんであれば、これ話が全然変わってきますから。だから、その辺のところで早くそれを実証しなければならないっていうことで、これは一つの良い人類にとって将来に対して希望が持てる話でもあって、その辺のところね、総理や内閣の方たちや国会議員の方たち、大企業、フィナンシャルグループや、経済界、
などの、役員さんたちは元より、その役員さんたちが自社の自分たちの社員に教えなきゃならないんですよ。全然できてないですか、トヨタさんとか。なぜなら僕の家の近くで、田王寺駅の近くに新しい店舗を作っちゃったんですよ。岡場と田王寺という一区間の間に、岡場駅の近くに EV 用の電気自動車用の、ね、トヨタの、店を出してもらったんですよ。そこもともと緑電化さんがいたんですけども、それ理由はあるんです。上新電機というものが藤原台にあって、で、もともとエコールリラっていう、その岡場駅の近くのところに、家電量販店が出てきても持たないんですよ。これは、高津台という、ちょっと、5つぐらい離れた駅ぐらいのところに、イオンモールさんの、まあ、百貨店並みの、イオンモールさんが店舗出して、そこでも家電量販店の店出してるから、あと三田市には三田市でもともと家電量販店は、フラワータウンかな、あの辺りのところにありました。三田駅の近くにも昔あったような気がするんですけども、出しすぎなんですよ。だってテレビなんか、今時もう10年に1回もう買い替えないでしょ、壊れないから。だから緑電化さんに乗いてもらって、岡場駅の近くに、電気自動車の充電設備付きのトヨタさんの店で出してもらったんですよ。それはトヨタ秋葉さんは僕のこと知ってますから。まあ今は社長は佐藤さんで会長はトヨタ秋葉さんですけども、だけども全然分かってない。この私の家の近くの田王寺駅のスペースのところに大きな空き地があったのに、それそのまま置いといてくれたらよかったんですよ。土の、あの空き地ですけども、土固まってるから、砂ぼこりなんかまず起きません。で、そこに今後集まってくる中古車自動車ずらっと並べといたらよかったんですよ。駐車場として。お金かかんないでしょ？建設費用も。こんな一区間の目と鼻の先のところに、なぜトヨタの店舗は二店舗もいるんですっていうことで、もうトヨタ秋夫さんたちをめちゃくちゃ叱ってる、YouTube の内容をアップロードしました。いいんです、それで。もともとトヨタ秋夫さんがもうそれぐらいのこと言っていいからって言ってくれてるから。で、トヨタグループの人たちは全員トヨタ秋夫さんの、よりも立場下なんだから。僕の言ってることを尊重してくれなきゃならない。男だったら、女だったら、大人なんだったら、淡井さんのおっしゃる通りでしたって。しっかり頭下げてもらわないと。人口減ってるんですよ。なんで二つも店舗いるの？国からの税金で補助金つけてあげたら、その方向で進めてあげたら、なんでもし放題じゃないよ。会社が売り上げ上げたんだったら、それだけみんなに貢献しなきゃならないんだから。で、これは怒ってるんじゃなくて叱ってるんです。まあ、こういう内容をね、トヨタグループが各社員にこの VTR を見せないと。自分たちが間違えていたっていうこと。これは鈴木さんだろうが、ホンダさんだろうが、日産さんだろうが、どこの、オートバイを作っていたり、まあそうなってくると、まあ川崎重工さんや、うん、今どうなってるんですかね、そのオートバイ。オートバイももう僕から言わせたら、警察官と、新聞配達と郵便局。もうその3つだけでいい。売る先は。だから、もう生産やめたらいいっていう話になるんですよ。中古車のバイクは溢れ返ってるから。一般人は売らなかったらいいんですよ。これが節約の重要なところ。生産でもエネルギーを使用しない。で、中古を使って、まあ、新聞配達とか郵便配達とか、警察官の人たちが使用してくれたらいいと。絶対足りますから。以上です。皆さん、チャンネル登録と、僕が YouTube に動画をアップロードしたときに、着信、通知が来るように、設定しておいてください。重要な内容いっぱい言ってますから。もう経済界とかで、会議とかでね、淡井さんが言ってるこの話知らないのっていうことになったら、それも恥をかくものだと思ってください。大恥だと思ってください。で、まあ、着信通知
の設定の仕方がもしわからないのであれば、身の回りの人に聞いていただいたりだとか、販売店の方で聞いてください。以上です。皆さん、ご協力、ご対応のほど、よろしくお願いいたします。まあ、他の今日アップロードした内容でも言ってますけども、まあ、これも矛盾するんですけどね、僕のいらない法律で、特命担当大臣の法律もいらないっていうことを記載してるんですけども、まあ、他にもいらない法律いっぱい名称を挙げてますけども、もう特命担当大臣でも何でもいいから、エネルギー庁の、上層部の人間で僕雇ってもらって、さっさとこれ進めた方がいいっていう結論にもなるかと思います。でももう以前もこの話だったんですよ。もう民間の方の立場でいた方がいいのか、政府側に回った方がいいのかって。で、その民間側にいるからこそ政府の人間とか、ある程度叱ったりとか、もうこの間も文部科学大臣降ろしましたから、私の方で言って。女性で髪の毛染めていた人。無理だから。髪の毛染めてる人なんか海洋基本法違反だから無理だから。そんなに自分のことに対して甘い人間なんか、大臣なんか、そんな高い位置、与えちゃならないから。権力あるから。これ本当の話です。もう間違えてる大臣いたらもうすぐお降りしますから。いいですか？大臣は各都道府県知事と同格です。で、いろんな会社の社長さんの集まりである会長、要するに大きな企業、昔いう財閥に当たるところ、まあフィナンシャルグループとかはそうですよね。そういうところの会長と大臣が同格なんです。知事と。ちゃんと法律を読んでる人だったら、律法全書とか読んでる人だったらわかるかと思いますけども、各都道府県警に指示を出せるのは知事なんです。大臣と同格だから。法律でそうなってるんです。私は国会で、君はもう大臣クラスでいいっていうことで、しっかりと言ってもらってるんです。大きな声で。はっきりと。いろいろな歴代の、総理。で、正直この立場がなかったら、その大臣をね、間違った大臣とかを簡単に下ろすことができなくなるじゃないですか。で、一般の会社とかに勤めてる人で、こんなこと言えないでしょ。自分が辞めさせられるかもしれないから、会社。だそこは一般人の方たちにはプラスとして受け止めてほしいし、正直自民党としても、他の、党としても、特に自民党、政権握ってる自民党、正直自分たちで任命した人を、自分たちから辞めなさいって言えるかって言ったら言いにくいでしょ？人間の心情的に、普通の心情で。だから僕みたいにこういうふうに、心の強い人間が、しっかりとね、言える人間。だこれ、一般の会社とか、もし僕も国側に回ったら、言えなくなるかもしれない。本当は民間の方がいいんじゃないかとか、まあ、いろんなところで、考える部分はあるんですけど、悩む部分はあるんですけども、まあそういうところも含めてね、まあ皆さんその辺のところはプラスとして受け止めていただけたらいいんじゃないかなと思います。この世の中本当に難しいですよ。難しいですけども、何をしなければならないのかはっきりと分かった時点で、あとは各個人が自分に対して甘いか甘くないかの話に変わってきてるんです。で、強さを履き違えてる人間ほど、今までね、数年前から警察官の人たちがだいぶ、走り回ってくれて対応してくれてるんですけども、複数の人間ほど僕に喧嘩打ってくるんですよ。挑発行為。言葉でね。で、多分そいつらは、淡井圭介を怒らせて、物言わせたら精神病院行きにできるっていうこと、多分分かってる連中は結構その中に混ざり込んでると思います。で、多分意図的だと思う。で、これは、まあちょっと話長くなりますけども、はっきり言っておきますよ。1956年に売春防止法が出来上がってるんですよ。っていうことは、それまでどれだけ無茶苦茶な世の中だったかっていうこと、よく分かりますよね。金で女は男を買っていたり、男は女を買っていたりしてた。はっきりで奴隷制度ですよ。それが政府上層部とか経団連とかそういう組織の上層部の役員とかいっぱいいたっていうのはこれが現実なんですよ。
なんかそういうふうな、家系の人たちにも大きな、力を持っている人たちに正々堂々と、あなた言ってることおかしいよって、あなたの知ることおかしいよっていうことを正面から堂々と言える人間がいなきゃ無理なんですよ、この世の中。で、これを多くの警察官とか検察官とか自衛官の人たちが知ってもらわなきゃならない。そういうのとずっと対峙してるから、もしかしたら政府上層部の中に紛れ込んでる人間、例えば正直ね、警視正とかやってきたら、もうかなり政府上層部ですよ。警察官の階級で言いますね。で、他にも一般的な公務員で言うと、部長とか局長とか、ものすごく上の方でしょ。で、そういう人たちが、からの指令が来たら、正直、例えば巡査とか巡査部長の人たちは、従わざるを得ないでしょ。だから全員導入してほしいのは、上から下までお互いをあんまり信用しないっていうルールを導入してほしいんです。そうすれば、あとは淡井圭介に対して喧嘩を売ってきた人間が芸能界絡みの人間なのか、それとも、まあ、そこ利益かかってるから本当に。だからお金がかかってきたら人格的にね、いろんなところで崩壊してしまって喧嘩を売ってくるような形、受け止め方を根本的に間違えて、このエネルギーの残存量問題を最初から知っていたら、淡井さんがなぜあんなに頑張ってるのかっていうことが普通ならわかりますよね。だけどそれわからなくて、僕は言ってるその一部の部分だけを聞き取ってしまった人間は、彼は自分の利益のために動こうとしてるっていう変な感じがあったでしょ。全然話違うから。僕も十何年間は生活保護。誰かが生活保護者になってでも大量の情報を、収集して、で、物事の精査をつけて、ああしなきゃならない、こうしなきゃならない、それをできる人間がいなかったら、これ世の中回らないっていうことがわかったから。で、それが誰でもできるかって言ったら無理だから。もともと、皇室の、この国であると皇室の人たちとか、世界の上層部の人たちと、淡井圭介っていう立場や存在を知ってる政府上層部の人たちは世界中の政府上層部でいます、実際。大統領とかで。で、そういう人たちとのパイプも、もちろん日本の、総理もそうですけども、ほとんどの多くの国会議員の人たちは淡井圭介のことを知っています。だから、なんとかギリギリのところで、今のところある程度のところ抵抗できてるぐらいで、まだ巻き返すところまで話持っていけてないんですよ。これを全警察官とか検察官とか理解してるか、裁判官とか。そういうことです。もう一度言います。皆さんチャンネル登録と私が YouTube へアップロードした内容を、しっかりと、着信履歴来るようにして、しっかりと見てください。もうテレビのニュースなんか見てる場合じゃないんですよ。だけども一部見ておかなきゃならない。っていうのは、昨年の7月のことだったんですけども、低所得者への、まあ、もしくは非課税世帯の、所得の人たちへの3万円の給付金っていうものがあったじゃないですか。それを7月に、これ別にその窓口の人が責めてるんじゃないですよ。どこに問題があるかをはっきりと言ってるんですけども、生活保護の担当の人に言ったら、給付金なんかあるんですかっていう回答だったんですよ。僕は先にテレビのニュースを見て、そういう給付金が政府の決定で、行うっていうことを、見てたから言ってるんですけども、だけども、公職印象を持ってる、公職印象を持ってる人は公務員の人ですから、人材派遣会社の人混ざってますから、公務員の、働くところで。で、公職印象を持ってる方でも知らなかったんですよ。で、一応聞いたんですよ。上から情報回ってきてないんですかって。いや、回ってきてませんと。市役所から情報回ってきてるんですか、回ってきてませんと。これが現実なんですよ。いいですか、全公務員の人覚えておいてくださいよ。NTT とか NTT に関して、50% 以上の株は国が持ってるんです。電話代なんかそんなこといちいち気にしてる暇があるんだったら、しっかりと自分たちのする仕事をちゃんと情報回さないと。市役所の人は。それが課長級の人なのか、部長級の人か、局長級の人がするべき仕事なのかは、わかりませんけども、私の方では、どれぐらいの方が適正かなっていうところまで現場で見たきゃ本当はわからないから。だけども、それしないと。
もう驚きでしょ。みんな意思疎通が全然できてないんですよ。だからそういうことを踏まえてね、僕の YouTube で喋ってる内容を聞いて、世の中の現実っていうものをね、皆さん理解してください。で、今僕は警察官の人たちに、運転免許証を取り上げられようとしています。これは昨年、2022年の12月に、入院させられたんですけど、自宅の裏に春山整骨院というものを2010年ぐらいに作られて、それから絡んでくるやついっぱい集まってきました。どうせ実力ない人間。いつも絡んでくる人間って複数だから。で、交代で絡んできて、で、怒らせて、文句言いに行ったんですよ。春山整骨院に。最初は普通に言いましたよ。普通の声で。そしたらとぼけられたんですよ。で、見たら芸人とかが座ってるんですよ。テレビに出てた。あ、またかと。国の金に食らいついてくる連中。もうはっきり言って横領罪。で、そういう人間は叱らなきゃならないですよね。で、春山整骨院で奥の方で、その体揉んでる連中にも聞こえるように言おうと思ったら、ある程度大きな声で言うしかない。それなのに警察官の判定は、威力業務妨害とかもあるからとか、なんかわけのわからん回答してくるんですよ。あなたたち法律間違えてるよって。正当防衛忘れすぎてるって。年に万超える回数で絡まれてるんですよ、私。で、それを人間、しっかりした人間が、はるか格下の人間に叱りに行ってはならない。何わけのわからない回答の仕方してるんです。考え方。で、それ裁判官がその判断を下したのか、それとも警察官の上層部の人間が判断したのか、一部の映像の切り取りだったのか、それ見てます？電波で見えるでしょ、現場。私普通に最初言いましたよ。だけども、とぼけられたんですよ。そしてある程度大きい声で言うしかないでしょ。正当防衛含めて。本当はボロカス言われてもしょうがない連中ばっかり集まってきてるから。もう正直警察官に実力がなすすぎて本当にびっくりしてます。この間老朽化してる建物とかの撮影をしていて、それは行政の人間が見て対応してくれてるんです。で、実際兵庫区とかでも、それで建物の解体とか始まりました。放置されてましたから。これは法律で阪神・淡路大震災の後に震度5強とか6に耐えられない建物は解体しなきゃならないっていう法律がはっきりとしてあるんです。で、あなたたちはそれ覚えてないだけなんです。ね。それを、世間に開示して、それをみんなに関わることだから、それは YouTube にアップロードしていいんです。撮影していいんです。撮影しなかったら証拠として見れないんだから、その方が仕事早いんだから。映像として見た方が。この建物を解体しなきゃならないかどうかわかるんだから。で、その件に関して、もうしょうもないことをね、現場の来た警察官とかはいちいち言ってくるんです。で、有馬警察署の受付の人間の、まあ、老人の女性だったんですけども、まあ、順序、言いますよ。有野台とか東有野台で、早く解体しなきゃならない建物ないからどうかなを撮影しました。これは、危ないかどうかだけの話じゃないんです。それでスペースを空けなかったら、こんだけ人口少子化してるのに、山切り開いて、ガソリン使って、重機動かして、自分たちの建設業界の金儲けのために、自分の給与のために、してはならないことして、新しい街作ったりしようとするんですよ。スカスカなのに。いいですか？ガス管とか水道管を地面の中を通すのがいかに大変なことか真面目に考えてみたことあります？ないんでしょ？あなたたちのレベルじゃ。喋っていてレベルがわかりますから。もう一度言いますよ。僕は大臣と同格として扱ってもらってるんです、国会で。あなたたちははるか格上なんです。で、警察官の人たちが、ね、一般人の住民が、インターホンをなぜ押さないんだっていうことを言ってきたんですよ。どうでもいいんです、そんなこと。その人が法律分かってないから。法務局行って、登記簿とか、そういったものを、買って、本当にね、勉強もしないくせに、僕より年上だっていうだけで、まだそいつら人数集まってるんですよ。集まってるから、気が大きくなって、で、その精神病院行きにしようとしてた人間も、一般人の中にいたみたいで、そいつら、
みんなが言ってるとかいうことを警察官も言ってくるんですけども、みんなっていうのはごく一部でしょ。でそいつらは自分たちのことがバレたら困るから、みんなっていう形で物事をごまかしていた。もう最悪、銀行からのお金の経由で、物事を、動かしていた人間。ちょっと待ってくださいね。土地と建物の権利書、法務局で買ったら手に入るんですけども、そんなのいち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 ね、何十件何百件もいちいち僕の方で交通費まで出して法務局行って、これ一部一部お金かかるんです、何百円も。でそれいちいち買ってできると思いますね、無理でしょ。もともと行政の人たちは仕事遅かったんでしょ。で警察官の人もこういうこと知らないんでしょ。だから話がおかしくなるんですよ、回答とか。一般人の人たちのインターホンをなぜ押すんだ、押さないかっていうわけのわからない話をし始めるんですよ。あなたたちが法律ちゃんと勉強して、政府の書類を覚えたらいいんですよ。いいですか？こういうものが、まあ、法務局で買う登記簿なんですけども、ちょっと所有者がコロコロ変わってる内容の登記簿をちょっと、探して見せますね。これね、その土地とか建物がその固定資産税がかかったりするから、その所有者とか結構変わったりするときはするんですよ。ちょっと待ってくださいね。この間動画でアップロードした内容なんかは、これでいいかな。ちょっと名前のところだけ伏せておきますね。これは神戸市兵庫区のものなんですけども、差し押さえられてね、途中から所有者が神戸市とかになってるんですよ。で、これ、この登記簿じゃなかったんですけども、他のところで、所有者が、東京の、多分金融関係の会社なんじゃないかなと思われるようなところとかに変わってたり、だから話のいきさつとかで会社のお金を使ったりとかして、普通の一軒家、例えば3000万円以下の一軒家と比べると、それをはるかに逸脱するような倍ぐらいの大きさの家建てたりとかして、結局借金ローン返済できなくなったりとかして、で最終的に裁判所でもうはっきり言ってしまえばね、責任の押し付け合いみたいなものですよ。そういうことを行って、どこの会社がじゃあその物件を保有するんだと、こんなもん売りに出したって買える人なんかいないよっていうことがあるから、現実的に買う気になります？そもそも5000万6000万するような家無理でしょ。それで正常な感覚なんですよ。本当は政府の作った給与の算定費用とかあるから、役員になっただとか なったからだとかそういうふうなことでね、大金なんか入れる人間なんかこの世にまずいないんですよ。 99.9% 以上の会社の人は給与の算定費用通り、あとは余剰金として会社に残しておかなきゃならない。会社の運転資金って言ったらいいのかな、その言い方のところでね、そのなんか運転っていう言い方も変でしょ。会社の運営を、事業、これなんかはちょっと自分で読みながらじゃないと言いにくいんで、ちょっと名前のところは伏せといて、最初個人の所有者だったんですけども、途中からね、株式会社京都銀行っていうことになったので、ごめんなさい、指で伏せなきゃなんないから、ちょっと見えますかね、わかるかな、ピンと合わないかな、途中で何せこの下のところね、最初じゃない、途中から個人から京都銀行になったりして、あと神戸信用組合とか、あと
もっとややこしいのは共同担保として兵庫県信用組合も入ってきたりとか、だこれ話がね、多分ごちゃごちゃした話になってたと思うんですよ、こういう場合の。だ警察官がこういうふうなもの自分で買ったことあります？実費で自分でお金出して買わなかったら覚えられませんよ、自分で持っておかなかったら。有馬警察署の人たちと喋っていて実力なんか感じる人全然いないんです、本当に。僕の方が絶対分かってる物事。だからそのね、インターンを押したか押さないかの話なんか、その現場に来た警察官が僕に向かって言うべき話じゃないんですよ。それを言い始めた一般人の人間に、いや違いますからと。土地とか建物の権利っていうものは法務局のこういうふうなものをね、さっき見せた書類、こういうふうなものを買わなかったらわからないものだからと。そういう説明をしたらいいんですよ、警察官は。すっと正直その辺の一般人で頭いい人間なんか一人もいませんよ。大学出たらどうでもいいんです。大卒の人間の実力知ってますから。国の金使ってすぐにむちゃくちゃなことしよう。東京オリンピックもそう、万博もそう、もう元辿った議会ですけども、全員三振と以内の請求で、本当にそういうことしたらどれだけ多くの国民に叱られて、自分たちの口座、土地、建物、車、貴金属類全部差し押さえられるかっていうことを分からせて、それテレビで永遠と放送しといたらいいんですよ。そしたら招かないから、万博とか。いいですか？これ日本国内のことだけじゃないですからね。他国の議員さんも同じですよ。横領罪ですよ、こんなもの。議会で決めたから何でもいいみたいな考え方して、そんなことするからエネルギーの残存量問題どうしようもなくなるんですよ。で、気がついたらちゃんと純利益が今まであったバンダイナムコホールディングさんも、万博で出し物自分たちで、あれ、どうせ政府から言われたから出させるんでしょ？それでいろいろお金かかったりとかして純利益なくなってるじゃないですか。で、もう万博のところは、僕の YouTube 一覧表でね、いろいろと述べてる内容あります。で、政府とかは、途中で情報を、曲げてきた内容、報道機関とか内容を曲げてきた内容をテレビで放送してますけども、いいんです。万博関係で、5000億円ほどの借り入れあってます。三井住友銀行からの借り入れ。誰がそんな悪いことを始めたのって。万博関係でどれぐらいお金使ったの。万博関係、高速道路とかも含まれます。もう地下鉄通したら、もう地下鉄で、お金使っちゃってる方、夢島か何か万博の会場で、地下鉄通すの何千億円とかかりますから。ね？たった半年の万博終わった後、誰がその地下鉄乗るのって。ほとんど人が乗ってない地下鉄ずっと動かしておくんでしょう。じゃあ車で行けって、無理。エネルギーの無駄遣い。最初から万博開かんかったえ。こんなに簡単なこともわからない人間が、大卒だのなんだのと言って、政府情報総部にはびこって、していいことと悪いことの区別がまだついてないっていうところ。一応岸田さんははっきりと言ってます。淡井圭介が、その万博なんかいらないっていうことを伝えたら、テレビに向かって言う方法で、岸田さんもメッセージしっかりと返してます。俺もそう思ってるって。で、今、こういうこと何回も言って、押し返してる方。万博のタイプで、A タイプと B タイプと C タイプ、まあ、さっき万博一覧表のところに載ってたでしょ。一時停止とか押して、ちゃんと淡井さんが YouTube でアップロードしてる内容、一回ちょっと聞いた方がいいっていうこと、自覚持って、各自聞いてください。A タイプ、B タイプ、C タイプというのがあって、A タイプが、他国の人の、国もしくは企業が出展するもの。B タイプ、C タイプは日本の企業とか税金とかで出展するものなんです。税金で合ってるんです。地下鉄通された時点で税金使われてるんです。その後国家賠償法になるのが目に見えてるんです。そこで働いている人たちがお客さんしっかり来なく
ってくって、ボーナスとかもらえなくなって、交通費とかもピンハネされて、で、しっかりとした賃金とか支払われないような例がどうせ出てくるから。今までずっとそうだったから。人材派遣会社だからなんだとかっていう違法行為を平気で言ってくる人間がいるから。知識としてないから。人材派遣会社の人間にも退職金出さなあかんから。知らないでしょ。役員とかにもなって。もしくは、部長、課長、窓口で人材派遣会社の人を配布してる人、担当者、誰が覚えないんです。いつまでやっても仕事の仕方。やめなさい。覚える気ないんだったら。昔のホテルマン業界なんかものすごく厳しかったですよ。髪の毛染めてる人間なんか現場に現れたらその日帰らせてましたから。え、お前もう帰れって。言うこと聞けんなったらもうここで働く資格はないって。ここはそこまで甘くないぞっていうことで帰らせてましたから。海洋基本法違反。そんな人間働かせてた自社のイメージダウンになると。見た目でわかるって。あ、ここの会社しっかりしてないなっていうことがすぐわかるって。どうせそんなに自分に甘い人間、大したことないから働いても。まあ話だいぶずれ込みましたけども、その大阪万博についても、だいぶ、世界中の政府とかにもういろいろ言って、まあ、今のところできてるところはコンパクト化みたいな話で、はっきりで万博なんか今すぐ中止ですよ。淡いケースけど、これだけはっきりいろんなこと言ってるのを世界中